アメリカってやっぱり物事はっきり言う国 で、 なんか私はそんなにもともと出す方ではなくて、まあ、自分の意思はあってもどちらかというとこう何も言わずに平穏無事に過ごしたいタイプだったので、あ、じゃあ私このままじゃいけないんだとかいうふうに思って、でそれからは自分の思ってることを主張することが悪いことではないっていうふうに思って、なんか高校の授業とかもすごいみんな積極的に自分の話をしたりとか、ディスカッションとかの授業も結構あって、やっぱり自分の考えをすごい主張するところが多かったっていうのが何よりも驚きでしたね。